ですよ。はじめましてですね。はじめましてです。自己紹介からいきましょうか。はい、はい、某外資系保険会社の、うん、外交マンやってます望月と申します。よろしくお願いします。お願いいたします、はい。今回ですね、はい、まあ、こういう場をいただけたので、うん、まあ、保険っていうのは一般的に嫌われたりするものでもあったりするんですけど、うん、その大事さを、伝えていきたいなっていう思いがありまして、その中ではなんとなく入ってる保険だったり、無駄に入ってる保険っていうのをぜひ見直していただいて、そのご家庭だったりその個人に、ぴったり合った保険っていうのを選ぶことを、うん、考えていただきたいなと思って今回、はい、なるほどね、出させていただく決意をしました。そういう必要性はね、なんとなく分かってるんだけど、はい、分からないんだよね、何が合ってるのかって。そうですよね、全然分かんない、はい。で、まあ、民間の保険会社っていっぱいありますし、うん、その保険商品をパンフレットずらっと並べると、うん、実は1000枚ぐらいのパンフレットになるんですね。え、1000種類ってこと？そうです、そうです。でもその中から結局選ぶって無理じゃないですか。無理ですよね、うん。でもその中から選ばなくちゃいけないんですけど、でもその前に、うん、我々って実はこういう4つのリスクがあったりするんですね、うん。ああ、なるほどね、はい。これは説明して。はい、まあ、万が一亡くなってしまった場合、うん、入院する場合ですね、うん、あとは、今後年金がどうなるかわからない老後と、うん、病気や怪我でなってしまう介護の部分っていうのは、うんうん、この4つの部分で、うん、考えていただきたいなっていうところがあります。整理すると分かりやすいね。そうですね、うん。で、民間の保険会社、うん、一般保険商品ありますけど、うん、その前に知っておいていただきたいのが、うん、社会保険制度、保障制度なんですね。へえ。で、実は国がいろいろ守ってくれたり、うん、援助してくれたりする制度があるので、はい、これを知ってれば、今まで払ってた民間保険会社に払ってた保険料を削減することができるかもしれないし、その分保証が手厚くなるかもしれないし、うんうん、知らないでいて損するともったいないじゃないですか、うん、せっかく国がやってくれるものですからね。いや、不勉強で申し訳ないんですけど、はい、私も今全然知らないです。そうですね、そういう制度が何のことを言ってるのか全然分かんないです。そうですね、うん。例えばさっき4つのリスクの中で、はい、万が一っていうところ、うん、亡くなった場合ってことを言いましたけど、うん、例えば一般家庭のご主人が亡くなった場合、うん、遺族年金っていうものがあります。で、この遺族年金をきちんと計算することによって、うん、今まで無駄にかけてた死亡保険を削って保険料も削ることができるかもしれない、うん、とかね、いろいろ活用すれば、うん、非常にそのご家庭ご家庭にぴったりきて、で保険料削減できたら嬉しいですよね、うん。なんかね、ライフステージも変わっていくからね。そうですね、お子さん生まれるので、うん、さっきのマトリックスの多分比重とかも変わっていきますよね。なので、ぜひこの制度を知っていただくためにも、うん、まずは次からこの制度を順番に分かりやすくお話ししていきながら、うん、民間の保険会社の保険を選ぶポイントにしていただければなっていう思いで、はい、います。知りたい。さっきおっしゃってたけど、なかなかお世話になる時がほら、ね、怪我したり病気になったりした時のことだから、はい、あんまりね、はい、普段から。そうですよね。うん、まあ携わることは少ないかもしれないんですけど、で実はこれ以外にも、まあ、子供さんいるところだと児童手当っていうのはありますよね。それ以外では実は母子家庭に対して住宅手当っていうのがあったりするんですよ。もう一つ驚いちゃった、父子家庭っていうのもあるんですね。ありますね。そうなんだ、はい。だったり、母子家庭の場合、うん、7つの減免割引制度があったりするんですね。面白いですよね。面白いとか全然なんかすごい目から鱗なんですけど。そうですよね、うん。こういったのも順を追ってお話していくので、うわ、ぜひ楽しみにしていただきたいなと。興味深いです、はい。それとあと入院する際、まあ、生きていく中では入院が一番リスク高いですけど、うん、そうですね、はい、思った以上に入院費用を払わないで済んだりとか、うん、実は働けなくなった時に手当が出たりとかっていうところもお話していきますので、ぜひ
参考にしていただければと思います、はい、意外と知らないことが多い気がした。そうですね、今この紙芝居見てるだけでそれに気づいていただけただけで僕はすごく嬉しいですね、はい、それを皆さんに知っていただいて、今後の、生活に役立てていただける。逆にそれで浮いたお金を貯金したらね、だいぶ変わってきますしね、はい、リスナーの方々とちょっと一緒にお勉強させてください、ね、はい、こちらこそよろしくお願いします、ね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、世の中知らないこといっぱいあるな。望月さんの字がとっても上手でね、びっくりした。なんか紙芝居が綺麗で